チラ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 、はい出した。あ、これは家庭科の方を出したっていうことは食べた。どうもどうも、小島です。今日も住みっこ暮らし学校生活始めるんです。やっていきましょう。はい、ではいつも通り占いの館から。では今日の密着する子はトカゲさんなら、トカゲいきましょう。よろしくお願いします。トカゲさん、さあ時なんですか、どうですか。せーの、ポーンと、今日の運勢、星一個ラッキーアイテム釣り竿、ラッキースミッコ、船のスミッコ。実は今日の運勢星一個じゃないですか。これ当たってますね。私の中では2回目のトカゲ密着会です。はい。パソコンがいきなりね、画面つかなくなったんですよ。なんでだろうね、トカゲちゃん。密着されたくないの。あ、体操服じゃねえな。あ、体操服かわいいな。ではまずトカゲさんをジャージ姿に変えます。そして食べ物を食べさせます。はい、魚、食べろ食べろ。へへへへ。へへへ、今から授業だからね。はーい、というわけで、隅っこの中では唯一かな、多分体育の授業ができるんですよね、トカゲさん。でやっていこうかと思います。今回のお題、プールで水の中でビート板を使ってプールでうまく泳げない隅っこ。おお、先生らしいじゃん。プールの水形成とプールでストップウォッチを取り出してやっていきましょう。はい、今日の主役トカゲちゃんです。いやー、ジャージ姿に似合ってますね。お、早速審判台じゃなくて、これなんて言うんだろう、監視台か、登っていきますこれさ、今更だけど、これどうやって登るんだろう。足の短さ、どうやって降りる飛んだえ、なんだこれ変なところを立っとるね、こっちのトカゲさん。うわ、いったっそ顔面からいったよ一応こっちもトカゲか。また監視しております。そして降りると、まだ写真一枚も撮れてないな。猫ちゃんさっきからここ動かないんだけど、なんでだろう。滑り台しようとしてるんかな。ちょ先生が押して猫ちゃんこけそうになってますけど、ガードされてますね。あ回ってます、猫ちゃん回ってます。はい、こんにちはおっまた落ちてる。先生やめなさいよ。ホコリちゃんがホコリちゃんってプール入ったらどうなるんだろうへい、ちょっとここまだ何もやってないんですけど写真撮っとくか。ダメだ、全然動かないここの二人ダメだ。あ、やっと避けた。何それ、セーフ、はい、セーフ、はい、セーフって言ったこれ平泳ぎの練習してんの、もしかしてはーい、セーフ、セーフ、はーい全然動かんかったね、ほんとはい、じゃあまた授業やっていきましょう。次は体育館にしよっかな。はい、体育館で応援してるところを取ると体育館のマットに、体育館で前を習いしてるところを取ると体育館のバレーボールセットで、トカゲいねえなはい、ゴールと。ではまたトカゲちゃんを密着していきます。なにそれ今の、ええー、今のぴょんぴょん可愛かったからちゃんと見たかった。あ、来た、なにそれなにそれ、これ登ろうとしてんの、もしかしてこっからちょっとまたディフェンスされてるじゃないですか回ってます、また人回ってます、そして浮いています。おお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 お、登山したね。しかし第二のディフェンスがいる。かわせるか、かわし乗り上げた、かわすのではなくて乗り越えていく、これがトカゲ流です。さあまたディフェンスいっぱいいるぞ。おっと、今度は2人3人はどうださあタピオカちゃんも
見に来てきましたね。さあ、ディフェンスが薄くなったところ、その隙をついて、トカちゃんは行く。トカちゃん走っていきます。ん？はあ、疲れたんですね。空中浮遊してますよ、微妙に。ふぅ。あ、またやってる。これなんだろう。なんか、しっぽちゃんかわいいな、歩くの。その手は微妙にしとるの。寝てる人を落とすか、落とすか、落とすか。寝てますよ、トカちゃん。さあさあさあ。さあ。はい、空中浮遊ですね、これ。空中浮遊ですね、これ。確実に空中浮遊ですね。ストーン。寝てるとね、すごいことすできるんですね、トカちゃん。お、珍しい、ペンギンが登ってる。あ、取れんかった。お、バレーボールし始めましたね、あっちで。確か、お題あったんで取っておきましょう。ふい。リーゼントアタック。リーゼントアタック。リーゼント。さあ、またタックル勝負が始まった。しっぽちゃんをかわす。もう勝負することやめましたね、トカちゃん。またやってる。それ何？うん。空中浮遊。ペンちゃん。はい。へへ。10点だ。はい、では最後は普通に修行していきましょう。セーラー服に着せ替えたよ。へぇー、おにぎり好きなんだ。おにぎりってもしかみんな好きなんかな。大好きって書いてあった、おにぎり。そう。へぇーへぇー。では、授業やっていきましょう。最後は2階かな、一番騒がしいし。はい、教室の黒板に紙を、教室で綺麗な絵を描いてるところを取ると、音楽室の木琴を音楽室で指揮者のつもりでやっていきましょう。トカゲどこだろう。お、早速勉強してる。先生は猫ちゃんですね。お、なんか貼ってる。誰それ。ペンギン？ベートーベン、モンツァルト、わかんないよ。みんな中に来るよね。流行りの髪型だったんかな。ん？なんでそんなキョロキョロしてんの？はい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 。どうしたどうした？何？うん。お、なんか書いてる。落書きじゃねえか。勉強してるもんかと思ったのに。どうせ落書きするもんね。あ、ちゃんと勉強した。えらいえらい。先生は？投げたー。なんという肩の弱さ。というか肩がない。チラチラ。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 はい、出したー。あ、これは家庭科の本を出したっていうことは、食べたー食べたー、うい。食べちゃいましたね。そんな汗垂らすくらいなら初めから食べなければいいんですけどね。はい。終わりましたね。これをクリア。かわいい。お勉強中。チョーク投げた。飯食ってる。最後はなんか、ちょろって撮りました。あれ、これお題クリアできんかったか。はい。ということで、トカちゃん終わったね。お疲れ様でした。撫でてあげよう。はい。で、なんかイベントがあるみたいなので、イベント誰だろう。あ、豆マスターか。これあれだ。バレンタインか。行きましょう。ちょろい豆マスターを見に行きます。へい、豆。うん、なんだろう。わーい、わーい。ん？バレンタインってことは、スズメが女の子でフクロウ男の子なのかな？友チョコかな？放課後に渡そうね。サイズ考えると豆マスターそこまで大差ないよね、あのチョコ。先生、出せよ、チョコレート出せよ。いつもありがとう。かわいい。でけえ。そして、豆マスターの顔はリーゼントで見えません。不憫な豆マスター。いつも見えないんだよね。タピオカの服装毎回失敗してるから。はい、ということで、一旦これで終わりかな。では、最後はいつも通りガチャをやっていきましょう。さてさて、トカゲ、何を引いてくれるかな？コスチューム引いてほしいな。前回猫ちゃんがなかなか引いてくれなかったんですよね。6回か5回か
か引かせたんだよね。へい。食べ物？グダ。あ、かわいい。グダ。かわいいやん。はい。のぼせた。持ってまーす。さあ、こい。うわ、三連続。トカゲどうした？またアイコン？あら、変わった。でもアイコンじゃん。マジか。4回目だよ。あ、来た。来た。あと、もう一声。はい、来たー。コスチュームでしょうね。金ピカリーン。さあ、見せてくれ。トカゲの力っていうものを。この輝き、これは、ドーン。トカゲの2説目セット？え？はい。トカゲの2説無理セットだったね。これか。せーの。は？え？なんか、マジか。マジっすか。これモデルした人、すげえセンスだな。これだって、でかくね。トカゲ。でかいっしょ。では今日はここまでになります。少しありがとうございました。この動画に癒されたよ。このカタツムリ、買ってみたいって言われる方、チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。それではまた。バイバーイ。いや、しかしこれやべえな。かわいいな。引っ張りてー。